い、今日は8月18日ですね。もうお盆もね、やっと終わりまして、もうやっと通常業務にいろいろ入るところでございます。さあ、そんな、でも普通こんな日にはシーンやらないんです。それも金曜日ですし、さあこんな日に進化をやるインポスターさんといえば唯一ですね、唯一無二でございます、テラベールさんでございます。もうなんかゴールデンウィークの中日にやっちゃったりとかするからね、本当に勘弁してくれって思うんですけども、はい、まあちょっとね、そんな時にやるテラベールさんでございますけども、今日はですね、イタリア新ヴィンテージっていうことでございます。楽しみですね。やっぱりテラベールさん、イタリア非常に近い、力強いところでございますからね、どんなのが出るのか、じゃあ行っていきたいと思います。楽しい。イタリア、カラブリア州です、ね、はい、カラブリアです、はい、チロ、生産者がセルジオ・アルクリさんの作るチロロッソクラシコ・スペリオーレ・レゼルバ・アリスですね。2018年、金額が3200円です、ね、3200円、安い。品種はもちろんガリオッポ、はい、白といえばガリオッポでございますね。色がね、すごい淡いというか、そうなんですよ、結構透明感があって、もうパッと見た瞬間にこれ何なんだろうなっていう風になりますね。マスラシオンが、5日間だけなんですけど、めちゃくちゃ短い時間でこのね、修練性というか、そうですね、ギュッとくる感じでございますね。2018年、もうそうね、もう5年ぐらい経ってはいるんですけども、本当にちょっと熟成感が少し出てくるかもしれないが、ガダって感じだね。この完全にネッピオロタ、そっち系のタンニンを感じさせるような、ね、そうこれうまいですね。うまいです。これ 3.2 円味わえるのめちゃくちゃいいと思う。本当にいいと思います。点数お任せしますので、もう決まっているものか、多分これ上がると僕は思ってますので。3200円ですよ。3200円、分かってる。存じ上げてます。存じ上げてるんです。3200円なら存じ上げてるんです。非常に良い。うまいっす。あ、飲んじゃってますもんね、もうすでに。そういうこと、4.2 で飲んでました。非常に3200円です。最近の値上がりの中、この3200円で 4.2 はすごいな。まあ、確かにね。なんか、なんだろうね、2018年で、まあ、3200円で。で、多分、さっき開けたてと終わりに飲んだんですけど、開けてもこういきなりこうバッと味わい広がるんで、そうですね。なんか非常に使いやすいね。レストランでも使いやすいし、はい、りやすいかな。ペアリングでもなんか非常に使いやすいんじゃないかなと思います。そう、何が食べたいですか。ちょっとね、サラミ系のピザも食べたいです。あ、いいっすね、うん、なんかそういうトマト、あとペッパーバッチリかけさせた感じ、うん、すごくいいんじゃないかなと思います。うっ、イタリア、ピエモンテ州ですね。はい、なんか好きだからしょうがないんですけど、マッテオコレジアさん、何回取り上げたか分かんない、ね、マッテオコレジアさんの作るロエロロッソ2020ですね。はい、もちろん品種はネッピオロ、はい、お値段は3100円。3100円、いいと思います。なんかロエロだけどちょっとやっぱりランゲとも違って、バローロ、バルバレスコとも違うような、ちょっと自分的にはこうまったりしたような香りというか。なるほど。ツンとこないというか。そうだね、柔らかい。ネピオロ のバロールとかバルバスコになると、なんかもっとパワフルなイメージで、うん、果実の感じとかって言われてる。なんかこっちはまた違うんだよね、花しっくり締めてくるね、ひとやかなお花のようなイメージというか、そういう風な感じがあるのがロエロの感じですね。でもやっぱりネピオロなんだって思うぐらいのギュッとくる感じですね。はい、これね、またね、3100円でいうのがすごいですよね。3100円、安い。今ピノノワールとかネピオロも安いものさほどはあるけど、うん、味もそういう感じじゃないですか。間違いないね。3100円でこれは素晴らしい。いいと思います。3100円は本当すごいよ、これは。なんか僕ね、ずっとアフターをまた感じてるんですけどね、さっきのね、やっぱりね、チロも良かったけど、なんかキャラクターが全然違います。まだフレッシュな感じで、またこれからまた熟成かけていくっていうような、そんな感じでございますね。今後に期待できるというか、はい、チロは多分今飲んだら美味しいけど、そう、このロエロロスは、ね、もうちょっと寝かせてもいいかなと思います。はい、じゃあその1分4.3、ちょっと金額が必要なんですけど上がりました。
いや、もう全然非常にいいワインだと思います、うん、何が食べたいですか。これはでもちょっと肉かな。肉ちょっとあっさりめの、うん、味付けで噛み締めたい、肉汁と楽しみたい。まあ確かにね、ちょっとこれは焼きがうまくできる人なので、ね、肉でいきたいですね。間違いないです。はい、イタリア、トゥニアですね。はい、トゥニアじゃねえ、イタリア、トスカーナのトゥニア、トゥニアさん、はい、ロッソ・キアソブイオ、はい、2013年ですね。もうこれが新ヴィンテージです、4500円。素晴らしいです。確かに前11年とか12年でしょ。4700円。4500円です。4500円。実際やっぱり2013年ってですね、むちゃくちゃいいヴィンテージなんですよ。でそれを満を持してもう熟成バッチリかけて10年かけてリリースっていうね、またねこのね、すごいですよね、憎い感じですよ。よくそこまで待ったなっていう。本当だよね、普通さっさと現金化したいところをむちゃくちゃ熟成かけるっていうね。やるわ。エトニアはもともと自然派だから、すごくちょっとまあがっちりそれが前面に出る時のもあるんだけど、これはもうね落ち着いてる。ちなみに品種はサンジョベーゼ主体のコリーノとかカナイオールとかの、まあ、そのキャンティーとかそっち系のこちらですね。やっぱトスカーナの赤ですからね。これ4500円、ベラボーのベラボーにいい、しいベラボーにいい、しいです。これは常に飲みたいやつですね、うん、本当に。これ絶対誰も文句言わないと思うんですね。本当だよね。ちょっとこれ牡蠣と合わせたいですかね、僕たちはね。これがちょっと塩味とか感じたりして、うん、あとやっぱスパイス系と黒い系の果実ですか。あ、どっちです。さあソムリンポイントお願いいたします。ソムリンポイント5ですね。あ、いいな。素晴らしいですね。4500円でね、5.3 ってね、まずありえないポイントなんですけども、これは欲しいです。まあ、あえて何年が食べたいですか。ボロネーゼ。あ、でもやっぱり そうですね、トマトソース系の何か、うん、その炭水化物入れると絶対美味しい。絶対うまいよね、これね。バチクソうまいと思います。おい、イタリア、ピエモンテ、はい、カバロットさんの作る、カバロットさんの作る、バロロ、ブリックボスキス、サン・ジョゼッペ、はい、リゼルバですね、2016年、金額が26,000円。来ました、大台。高いんですけど、もう飲んだら安いなって思っちゃう。いや、ほんとそうなんですよ。ね、もうね、僕ね、口の中のね、うん、アフターの香りがね、恐ろしいんですよ。これね、ずっとすごいの。ずっとすごいのよ、これ。こういうの飲んでるから、なんか、おかしになるんですよね。その3,000円安いとか。それ。普通の飲み物としたら高いんですよ。そう。26,000円だからね、っていうの。金額とこの味で考えたら安いんだよね、っていうふうに思っちゃう。これ正直マジで10万円してもおかしくないぐらいの味です。これ本当にそのくらい普通に出す方いるじゃないですか、うん、失敗したくないですよ。本当だよね。絶対もうこちらを買った方が、ぜひぜひ買ってみてください。本当にすごくいいわ。2016年の最高のヴィンテージでね、え、本当ね。でもちろん今開けたてなんでカチカチなんですけど、それでも美味しい。カチカチ、おっしゃるとおりです。でもやっぱり好きだね、やっぱりちょっとこのバローロっていうのは改めて好きだなってやっぱり思っちゃう。 そんなワインむちゃくちゃ美味しいです。あー、これは点数、うん、ずかちゃんはですね、あのね、本当に調子乗ってます。今美味しいワイン飲むと調子乗るんですよ。むっちゃ調子乗ってます、こいつ。本当に調子乗ってます、こいつ。ソムリンポイントお願いします。ソムリンポイント8.4でいきましょう。はい、どうも。いやでも釣りかなと思ったけど、まあ、でも開いてたら絶対肉質。いや、確実にそうやって熟成させたら、うん、今の状態で 8.4 で、あと10年後とかすごそうですよ、ね、9年いくぞこれ、うん、と思うぐらいにちょっと確保しときたい。本当にそんな将来的には10万ぐらい買わなきゃいけないかもしれない、今のうちにぜひ。
だからちょっとね、これは本当にうまいワインなんで、もしね、あの買える人がいれば絶対買っといてください。そう、何が食べたいですか？これはでもパルミンチアのかじりながら飲みたいです。あ、もうそうね、確かにね、うん、他に何もいらないな。うん、いいと思います。おい、はい、終了。素晴らしい。いや、実に素晴らしい。もう、ズカちゃんはですね、もうね、ずっと悪い顔してます。本当に、もう、カバロットを飲んでニヤ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 ずっとしてるんですこの人は。本当に。シーは幸せですね。そして言葉が稚拙になってきてますね、本当に。はい、ということで今日はこれで終わりでございます。なんかこの真夏の炎天下の中に行って、そしてバローを飲んで帰るっていうね、全然なんか暑さ吹き飛びますね。幸せで僕たちは暑さを今感じてません。非常にもうね、ハッピーな状況でございます。ということで今日はこれで終わりでございます。まあ今週、まあ来週からですね、またいろいろとちょこちょこと、新回増えてきましたので、またね、新回動画再開していきますので、ぜひご覧ください。ということで、また次回お会いしましょう。